本日はですね、リモートワークで欠かせない認証強化と利便性の向上の実現という内容でですね、まあ多彩なちょっとアイダースとかを利用して社内ウェブとかパブリッククラウドを安全に利用するようなお話をさせてください。でよろしくお願いします。で本日なんですけれども、一応3部構成になってまして、第1部はですね、まあテレワーク対応ということで、まあ既存とか新規のウェブへのアクセスする際の認証許可の話を、私、ムービットの矢下がします。で、第2部なんですけれども、まあ、無償で利用できる IDAS のトラストログインというのがあるんですけども、これ、JMO グローバルサインの沼尻さんが、ご講演の予定だったんですけど、ちょっと急遽都合がつかなくなりまして、ビデオでの再生となります。で、第3部がですね、第1部と第2部の合わせたような、デモがあるんですけど、これも、は私の方で、やりますが、これもちょっと事前録画してあるやつになります。時間的にはですね、第1部が20分で、第2部が15分強、第3部が5分強ぐらいの時間となっております。じゃあよろしくお願いします。弊社ムービットと申しますけれども、まあ、Linux のアプライアンスサーバーを作っている会社でございます。私個人的にはですけれども、オーディオ聞くのが結構好きでですね、こちらアメリカの歌手のピンクさんという方なんですけど、まあ現役のバリバリなんですが、アメリカの歌手の方って今でもこれ CD とレコード両方持ってるんですけど、新譜もレコードでバンバン出すんですね。で、先月こちらの方コロナにかかりましてですね、まあ治った際に1億円ほど寄付をしてましたと。で、今日お話しさせていただく内容もですね、これから割といろんな意味で広がりが出る可能性はあるんですね、業界的に。まあ、1億円寄付してくださいとは言いませんが、1億円ぐらい納税できるような業界的には広がりあるかなというお話をちょっとさせてください。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。で、まあ皆さんいろんなサービス使ってらっしゃるので、当然 ID パスワードをあちゃこちゃ入れてると思うんですけれども、まあ最低でも1人の方で30個以上は使ってらっしゃると思うんですね。で、まあ、昨年になるんですけれども、まあ、宅配便の方でですね、メールアドレスと生のパスワードがちょっと漏洩したという事件がありますと。で、いや、それは困るよなって話があるんですけれども、こちらのサイトでですね、ハバイビンバウンドっていうサイトがあるんですけれども、こちらの方で、パスワードのハッシュ値、流出したパスワードのハッシュ値持ってですね、で、これ自分で使ってるパスワード入れる。でですね、一致すると、まあ、流出してるっていうのが確認できたりするので、もしよかったら、はい、やってみてください。で、まあ、コロナの騒ぎでですね、皆さん、テレワークということで、まあ、自社のウェブへいろいろ外部からアクセスしないといけないケースが増えてると思うんですけれども、まあ、例えば、まあ、社内のウェブへアクセスする方法なんですけれども、まあ、VPN とかですね、あと、モバイル兵器も使ってらっしゃる方も結構多いと思うんですね。で、まあ、三つ目としては SSL VPN でアクセスするとかですね。で、まあ、四つ目の方法としては、まあ、ちょっとリバースプロキシになるんですけども、まあ、これはターゲットウェブになりますと。まあ、ただ、アクセス先に隠蔽できるっていう特徴があります。五つ目としてはですね、まあ、ワークリンクっていうのがあってですね、これ AWS の EC2 で使えるんですけれども、画面のイメージ転送方式になってます。で、ちょっと日本のリージョンでまだサービスインしてないんですけれども、まあこういうのもありますと。マイクロソフトさんではですね、プロキシーコネクタっていう製品もございます。まあこのあたりが使えるあたりかなと思うんですけれども。で、まあ皆さん VPN を使ってらっしゃる方結構多いと思うんですけども、まあコロナ以前はですね、多分スイスイ使えたと思うんですね。でもコロナ騒ぎになってですね、全社一斉に、まあ、使ったりなんかするんで、遅いとか繋がらないとかですね、まあ、こういう経験されてる方も多いのではないかと思います。で、これ、今月の新聞に載ってたんですけれども、まあ、三菱電機さんがですね、なんか VPN 経由のでアタックを受けてですね、最新のミサイル情報がどうも漏洩したらしいと。結構痛いなっていうのがあるんですけどね。で、Google とかはもう VPN は使わないと。まあ、あれはやばいからということで、もう世の中、流れ的にはちょっと VPN から別のやつかなっていうのはあります。でもまあ、社内のウェブへはまあアクセスしないといけないですし、まあ、社内のウェブってもともとちょっとウェブの認証ないとか弱いとかですね、ケース多々あると思うんですね。ただ、ウェブ側の変更はしたくないと。
じゃあどうすんだっていう話なんですけども、でそこで例えばですね、まあ、リバースプロキシーを使うケースをちょっと紹介させてください。これは既存のウェブサーバーの手前にですね、リバースプロキシーを配置します。でエンドユーザーさんから見えるのはリバースプロキシーまでは見えるんですね。でその先のウェブが見えないっていう、まあ、隠せるっていう特徴がございます。でですね、まあ、既存のウェブとかは当然認証弱いとかいう、ないとかあるんですけれども、それはですね、リバースプロキシーの方にですね、認証がっちりつけるんですね。まあ、例えばワンタイムパスワード認証とか、クライアント認証とか、サムル認証とかですね。これをすることによって既存のウェブにも安全にアクセスさせることができます。で例えばですね、まあ、ちょっと OSC なので、まあ、オープンソースでやりたいという場合なんですけども、まあ、OS 的には CentOS あたりを使っていただいて、まあ、リバースプロキシーは、まあ、Nginx とかですね、Apache。で、ワンタイムパスワード認証をするんであれば、Google オンセンティケーターを使うと。で、SSL クライアント認証をするんであれば、まあ、OpenSSL を組み合わせていただく。で、SAML 認証をしたければ、まあ、シンプル SAML っていうパッケージがあるんで、これを組み合わせて、まあ、シコシコやっていただくんですが、まあ、そこまでもやってられないっていうんであれば、まあ、どっかのイメージ結構あるので、それ使っていただければ、サクッと。とりあえず運用はできます。で、まあ、ただ、お客さんに紹介するのにですね、ちょっとそれだとやりづらいとか、っていう場合は、ちょっと弊社の製品で、パードブルーっていうアプライアンスがあるんですが、こちらを使っていただくことができます。こちらの製品なんですが、まあ、一つ目として、インターネットのサーバー機能がまずありますと。あと二つ目としてですね、まあ、各種認証、ワンタイム、パスワードとか、クライアント認証、サムル認証をサポートしてですね。で、三つ目としては、リバースプロキシーの機能も持っていると。なので、リバースプロキシーで認証をかけたければ、左の下の構成になるんですけども、こういうアプライアンスで運用できます。で、ウェブサーバーに認証をかけたいということは、であれば、まあ、右下の構成になるんですけども、こちらのアプライアンスで運用ができるような製品です。でですね、まあ、リバースプロキシーでウェブにアクセスさせる際なんですけども、一般的には、まあ、社内のランガーに転送するケース多いかと思うんですけれども、まあ、クラウドで運用しないといけないとか、社内のサーバー、外出ししないといけないというケースいっぱいあると思うんですね。でその場合はですね、まあ、外出ししてもらって、外出ししたウェブサーバーにはですね、リバースプロキシーからのアクセスだけ許可させるようにすると、まあ、ラン内にあるサーバーと遜色ないセキュリティレベルで運用もできます。で、認証の一つ目ですね。まあ、ワンタイムパスワード認証。まあ、ハードウェアトークンとかソフトウェアトークンとかっていうのがあるんですけれども、30秒ごとにだいたいパスワード変わったりするんですけども、無償で使えたりするソフトウェアトークンは、だいたいこんな形のがありますと。一番まあ有名なのは Google オーセンティケーターですね。で、二つ目がですね、IIG さんが出してる IIG スマートキーってやつですね。で、上から三つ目までが、スマホとで使えます。で、下二つがですね、Windows PC とかで使えるソフトウェアトークンです。でまあ、例えばですね、Google オーセンティケーター使いたい場合はですね、App Store とかに行ってダウンロードするだけなんですけれども、まあ、対象年齢3歳以上とかになってますので、まあ、どなたでも簡単にインストールできます。で実際登録する際はですね、そのアクセスするサイトに行って自分の QR コードあるので、これをしゃべっていただければ、一発登録。で、構成図としてはこんな感じ。になります。クライアントの方のワンタイムパスワードとサーバーが、まあ、リバースプロキシーですね、まあ、ワンタイムパスワードが一致したら、認証が通って指定のウェブサーバーへリダイレクトできるとされるという感じですね。で、まあ、実際のエンドユーザーさんの操作はですねこんな感じになるんですね。これはスマホにワンタイムパスワードを表示させます。これは IIG のスマートキーなんですけど、でリバースプロキシにアクセスします。で、ID とワンタイムパスワードを入力します。で、認証が通れば、ターゲットのウェブサーバーにリダイレクトされるという形になります。で、弊社の製品なんですけれども、このワンタイムパスワードのところにですね、任意パスワードも合わせて入れることができるので、まあ、セキュリティレベル
をですね、グッと上げての運用にも対応しています。で、クライアント認証に関してですね、2つ目。これはですね、サーバー証明書とクライアント証明書がですね、まあ、両方合わさって運用できるんですけれども、形としてはこんな感じですね。ユーザー側にはクライアント証明書を入れます。で、サーバー側にはサーバー証明書を入ってて、まあ、相互に認証がかかりますと。で、発行元によってプライベート証明書とパブリック証明書があるんですけれども、プライベートとパブリックの組み合わせでも認証は、はい、問題なく動きます。まあ、プライベート証明書を使うメリットはですね、発行枚数が多かったりするとコストがかかるんですけども、プライベートでしたらその辺グッと抑えることができるような特徴がございます。で、実際の構成図としてはこんな感じになりますね。エンドユーザーさんは、リバースプロキシーにアクセスしに来て、ここでクライアント認証がかかりますと。で、OK であれば、ウェブサーバーの方にリダイレクトされる流れですね。エンドユーザーさんの表示的にはですね、左の方はですね、まあ、社内の例えばグループウェアとかにアクセスする際なんですけども、証明書が正しければ、まあ、グループウェアにアクセスできて、まあ、正常に使用できると。で、証明書が入ってないとか、失効している場合は、アクセスする以前に、証明書内ですとかっていう感じで跳ねられます。で、まあ、お客様によってはですね、ワンタイムパスワードとクライアント認証、両方、対応認証で、ダブルでかけたいっていうケースもあるんですけども、それも、はい、対応はしております。で、3つ目としてですね、皆さん SaaS のサービス結構使われてるかと思うんですけれども、この辺の SaaS のアプリ、大体 SAML っていう認証に対応してるんですね。え、まあ、サムル認証を使う場合にはですね、ID 管理、まあ、IDaaS とかっていうサービスもあるんですけれども、まあ、有名なところだと Azure の Active Directory とか、まあ、Trust Login さんとかがあります。この辺使っていただくんですけれども、で、まあ、主だったやつの若干比較というかなんですけど、まあ、上3つがアメリカのサービスですね。Azure AD、OneLogin Okta とかですね。で、下2つが日本のサービスになりますね。で、レッドハットはオープンソースでキークロークっていうのを出してます。で、違いはですね、まあ、GUI が日本語に対応してるかどうかっていうのと、費用のところですかね。大体上限1000円ぐらいが多いんですけれども、トラストログインさんはですね、まず0円でも使えますと。で、フルの機能を入れても300円という、はい、価格設定になってるので、まあ、ちょっとこのあたりがそのポイントかなと思ってます。でシングルサインオンで使うときの、まあ、構成のイメージ、こんな感じになってまして、まあ、ユーザーが間にいてですね、左側が ID 管理の IDP っていうんですけれども、でアプリ側はサービスプロバイダーという名前がついて、大体こういう感じの構成になってます。右の方が、要するにシングルサインオンで使えるアプリの方ですね。で今回ご紹介するこのリバースプロキシーも、この右側の方に位置します。で実際使うときのは手順はこんな感じになりまして、まあ、リバースプロキシーにアクセスしに行きまして、IDP の方に認証を聞きに行きます。で、OK であれば、ウェブの方にリダイレクトされるという感じですね。で、この、SP 対のリバースプロキシーの特徴なんですけれども、SP 側の方にですね、ユーザーアカウントはないんですね。で、ないので、アカウントが漏洩する心配はございません。で、ユーザーアカウントはないんですけれども、グループアクセスコントロールとかには対応はしておりますと。で、まあ、営業部とか開発部とか何とかしてるのはアクセス許可とかですね。まあ、社員会員代理店のアクセス許可みたいな運用ができます。で、アカウントがないので、リバースプロキシーの、まあ、メンテとか運用はすごい簡単ですね。一人上司さんでも、はい、全然問題なく運用できます。で、まあ、オプションというかですね、通常 IDP というか IDaaS って SaaS を使うときに使うケースが多いんですけれども、そのサービスでですね、社内にアクセスするとちょっと会社のポリシー上まずいっていうケースがあると思うんですね。で、その場合はこのリバースプロキシーの上に自社で運用、コントロールできるプライベートシー、先ほどのクライアント認証ですね、この機能をつけたりすることができます。そうすると IDP の認証と社内のポリシーの別途、認証をこちらでして、ダブルで認証をかけてアクセス
っていうのができます。で、導入するパターンですね。まあ、すでにこう IDaaS とかを使っている場合、まあ、Azure AD 使ってますが、その場合はこのリバースプロキシーだけ入れていただければいい。で、まだちょっとそんな IDaaS 使ってないとかいう場合は、トラストログインさんは無償で使えるので、これと合わせて組み合わせて使うことができます。あとは、まあ、社内にレガシーなウェブサーバーいっぱいあると思うんですけど、まあ、ID、パスワードをちょっと自動で入力したいよっていうケースがやっぱりお客様からありましてですね。その場合は、ちょっとトラストログインとうちのリバースプロキシの組み合わせであればですが、ID、パスワードを自動的に流し込んでですね、リバースプロキシで強制的にターゲットのウェブに送り込むことができるんですね。で、シングルサインオンのように使うこともできます。で、今までちょっとご紹介してたのは、既存のウェブにアクセス認証をつけてアクセスする際の話だったんですけど、まあ、新規にウェブで認証かけたいよ、立てて認証かけたいよっていう場合なんですけど、まあ、いろんなサイトで多分レンタルサーバーの比較とかはあると思うんですけど、認証対応のウェブサーバーってほとんどないんですね。で、その場合は、まあ、弊社の製品にはなるんですけど、パワーブルのウェブサーバーっていうのがあるんで、こちらを使うと対応ができます。こちらまあ、ワードプレスがすぐ使えたりとか、SSL の保証のサーバー証明書のレッツエンクリプトとか、まあ、ウェブメールとかもフリープラグインですぐ使えるようになっているので、これを利用していただくこともできます。で、シングルサインオン、すいません、ワンタイムパスワードの場合は、まあ、こんな感じですかね。で、こっち、マルチドメインで運用できるので、仮想サイト1、2、3、それぞれ別々作って、ワンタイムパスワード認証をかけるとか、あと、クライアント認証ですね。したいであれば、クライアント認証でも運用できます。いや、うちはやっぱり、サムルのシングルサインオンで運用したい。まあ、このケースでも、はい、OK でございます。でですね、先ほどのリバースプロキシと同じような絵にはなるんですけれども、ウェブサーバーもですね、この SP が、赤い枠の方なんですけども、他の SaaS サービスと同じ位置に、あります。つまり自社で、SaaS のウェブサーバーを、すぐ運用できるっていう、はい、図になります。例えば、ね、使い方の例としてはですね、まあ、会員向けのシングルサインオン対応のウェブ作りたいっていう場合は、例えばトップページはワードプレスで作ります。で、特定のディレクトリのみ会員とかにアクセスさせたいんであれば、そこにサムル認証を設定することができます。でユーザーアカウントに関しては、まあ、無償の例えばトラストログインで会員のアカウントを作ると。まあ、2000名ぐらいとかを、まあ、登録も CSV で一発登録できるので簡単に運用ができます。でその際もですね、ウェブサーバー側にはユーザーアカウントが不要なのでメンテナンスすごく簡単ですね。ワードプレスで作ったウェブページだけメンテナンスしていればいいという感じですね。で、まあ、OSC 的にはですね、例えばDockerでサムル認証対応の、まあ、ウェブページを運用して、先ほどキークロークオープンソースっていうお話しさせていたんですけど、これで、まあ、ユーザーアカウントっていうか ID 管理、IDP として運用するっていうのもありかと思います。で、まあ、お客様によってはですね、ちょっと HL を動かしたいというケースは当然あるので、上はシングル AZ でロードバランサー配下で動かす場合ですね、ウェブサーバーとかリバースプロキシ、まあ、自動同期取れるので、まあ、簡単に、はい、HL を動かすことができます。下の構成がマルチ AZ でですね、要するに東日本とか西日本、それぞれ違うところにサーバーを置いて同期取らせる方法ですね。でウェブもリバースプロキシも両方それで運用ができます。昨年の9月ですかね、AWS でちょっとシングルリージョンでトラブルあって、サービスはとかっていうケースがあったんですけども、それもマルチリージョンとか、要するにマルチ AZ ですね、で運用してれば、そういうのも、はい、クリアできたと思います。で、提供形態なんですけれども、まあ、アプライアンスなんですが、CentOS とかリバース、レッドハットで動きます。で、ターゲットは、まあ、VM とか Hyper-V、まあ、クラウドでも動かすことができますと。でですね、ポジション的にはですね、OS にアプリがくっついて、その上に GUI が載ってますと。まあ、自社の管理下で運用できるアプライアンスなんですね。まあ、オールインワンで運用できます。
実際運用先、例えばどこで運用するのって話なんです。まあ、金額もちょっと比較してみました。まあ、自社のハイパー V とか VM で動かすんであれば、まあ、お金はかからないと思うんですけど、まあ、AWS で動かす場合ですね、例えばスペックがですね、ワンコア、2GB のメモリで 30GB のハードディスクで固定 IP 移行の場合だと、AWS だと月額6400円ぐらいですかね。で、まあ、GMO クラウドさんでアルタスベーシックっていうのなんですけれども、同じスペックだと、こちら月額4000円ぐらいです。で、まあ、特徴としては、まあ、1A のデータ転送量が、無料と。あと、アルタスの GUI からバックアップリストアスナップショットが設定できるので、まあ、すごくこちら使うと簡単に運用ができます。ちょっとウェブページにはなるんですが、ですね、弊社のウェブサイトに、上の赤いバーのところが認証対応のウェブですね、載ってます。で、2つ目の赤いバーのところが認証対応のリバースプロキシーが掲載となってますので、もしよかったら見ていただければと。で、まあ、おさらいとなるんですけれども、まあ、バズルアプライアンスに関しては、まあ、インターネットのサーバーですと。で、まあ、認証が使えると。あと、アプライアンスなので、まあ、電源オンで10分ぐらいで、はい、簡単に運用できるということになります。以上で第1部の方は、終わらせてください。